皆様おはようございます。こうちゃんです。さあ今回も近鉄の旅をやっていきたいと思いまして、僕は今大阪上本町駅に来ております。さあどの電車に乗っていきましょうか。さあどの電車に乗っていくのかお楽しみです。さあ地上の方に上がりまして大阪線ホームにやってまいりました。さあ安定の大阪上本町駅ですね。さあ今回なんですけども、さあ今回は5番線から出ている電車に乗っていきたいと思いまして、こちらですね、高安行きの準急に乗っていきたいと思います。で前回ですね平日版の方をお送りしましたけども、まあ、そちらの様子は別の動画でご覧ください。で今回は8時21分発の高安行きの準急10両編成で乗っていきたいと思いまして、まあ、普通はこんな感じで高安行きの準急の表示で見た目は、で後ろの方、まあ、進行方向向かってですね、で後ろの方は普通の2両編成で、前の方も2両編成でございます。でここまでは昭和時代の電車でありましたが、ここから先は平成の電車ですね。で最近の電車って言っても、でこの表示ですよね、フルカラーの LED が、まあ、最近には導入されている編成があるみたいでございまして、現時点で多分ね3本ぐらいあったかなという気がします。この大阪線とか名古屋線では、でたまに名古屋線に入ることがありますけど、まあ、ほとんどは大阪線に入ることが多いです。でここまでが4両編成 2+2 の編成だったんですけど、で番号に注目してください。でこのこちらですね、この番号1741って書いてありますよね。でこの車両はなんとですね1620系の1641編成かな、この編成に今回乗車することになります。で普段では6両編成って言っても、大阪線系統である電車って言ってもこの電車とあと5800系と5820系しかないです。他の車両は4両編成とか2両編成がある形式がある車両でございましたが、でこの車両と5800系と5820系は6両編成のある電車でございます。といってもこの1620系のこの編成、6両編成のうちトイレが1箇所もついていないですね。といっても大阪線というと長距離で走っている電車は絶対トイレがついている電車で当たり前なんですけども、この車両はトイレがついておりませんので、運行区間としては一応青山町まで入るんかな、そんな感じでございます。でこの10両編成は、まあ、さっきも言った通り前回と同様、名張方面からの快速急行の折り返し運転となります。でこの電車は多分名張発の快速急行からの折り返し運転ですよね。でそう思ってください。でその下の先頭車もこんな感じで1641と書いております。で先頭車の方もこんな感じで、まあ、普通の奈良線とか大阪線によく見るような顔ですね。でこの車両は LCD がついておりました。液晶ディスプレイですね。でちゃんと高安行きの準急で近鉄をご利用いただきありがとうございます、この表示ですね。4カ国語にちゃんと対応しております。で停車駅もこんな感じで、まあ、ちょっと飛び出ておりますけども、途中停車駅は鶴橋と伏瀬と八尾河内山本でございます。扉が閉まります、ご注意ください。はい、大阪上本町駅を8時21分に定刻通り出発いたしました。で今回の乗車時間なんですけども、たったの16分です。かなり短いあっという間に着いてしまうっていう感じです。まあ所要時間といっても16分で、距離に対しても 14.2 キロでありますので、16分でそのままで行けるんじゃないかなと思います。
で、今回の16分の乗車時間なんですけども、特急の通過待ちは今回は一切ございません。なので、そのままストレートへ向かいます。で、ちょっとね、さっきもね、映像って言っても、前面展望を撮る時の映像がなかなか難しいんですよ、この電車。で、普段の普通の古い方の電車って言っても、トンネル入る時に、ね、後ろの方が映ってしまうっていうケースが特にあります。なので、普通の電車って言っても、ね、通勤の赤いの電車で、ね、前面展望を撮る際は、トンネル入るときは十分ご注意いただけるようお願いいたします。僕からのお願いです。はい、といった感じで、あっという間に鶴橋駅に到着いたします。で、2分後に到着となります。で、次の停車駅は、宇勢駅でございます。いいタイミングのところで、準急同士のすれ違いですね。で、僕が乗っている電車は大阪線の電車でございますが、1番線と3番線が奈良線で、2番線と4番線が大阪線となります。路線自体は一応奈良線ではなく、この路線自体は全部大阪線となります。で、10両編成なので一番前の方に止まりまして、今鶴橋駅を出発いたします。で、次の停車駅は宇勢駅です。線が分岐する駅でございますが、この電車は特急の通過待ちはございませんので、そのまま出発いたします。2番乗り場から高安行き準急が発車します。
は次の停車駅八尾駅まで快調に走り出しておりますが、なんとね、速度計を見たら100キロを超えていましたね。急行とか快速急行は早いのに、この準急もめちゃくちゃ早いとか、意外だなという結果ですね。で、長瀬駅を今通過したところで、今ですね、水戸駅の方に通過するところでございます。で、この100キロの速さでこの水戸駅を通過いたします。で、この駅で唯一の各駅停車の追い抜きです。はい、8時32分、八尾駅に到着いたします。で、ここまでの所要時間が11分でございまして、で、特に大阪市内からもう直接たった10分でこの八尾駅に到着しますね。で、区間準急の場合も、まあ、同じ所要時間って言ってもありなんですけど、まあ、特急の通過待ちとかあれば、若干ね、2分か3分ぐらいずれるかもしれないんですけど、まあ大体は15分程度で着くみたいな感じです。はい、ちょうどいいところで伊勢島ナイナーのすれ違いですね。はい、で、島風とか火の鳥とかアーバーも、まあ、たまによく見る光景がありますが、この電車は伊勢島ナイナーのすれ違いだけでございましたね。はい、車内とかもこんな感じでございます。もうこの区間は誰も乗っておりません。まあさっきはね、何人かは乗っていた人もいておりました。で、火の鳥のブルーリボン賞の記念乗車券も現在も発売中でございます。興味がある方はぜひ買ってみてください。で、詳しくは近鉄のホームページでご覧ください。で、今ですね、河内山本駅を出発いたしました。で、次の停車駅は終点の高安でございます。はい、8時37分、高安駅に無事到着いたしました。まあ、遅れもなく、まあ、普通に16分で到着いたしました。で、この電車は東駅止まり、回送電車になります。で、一番乗り場には、ちょうどですね、大和浅草行きの各駅停車が止まっております。で、この駅で接続を取って、各駅停車が先に1番線を発車いたします。といった感じで、今回は高安行きの準急に乗ってきたという動画でございました。
はい、もうすぐ目の前が高安車庫がありまして、いいところで今走行している電車はレア車の1420系で、後ろの編成を見たらなんとね1400系もつないでおりました。で、もともとこれ快速急行の運転で、そこからあと快速電車で動いたんかな、まあその運用なのかは全然わかりませんけども、この組み合わせはいやなかなかね見る機会がなさそうな組み合わせでございました。いや面白いね。はい、といった感じで今回は高安行きの準急ド休日版をお送りいたしました。もうとにかく早いというところだけ証明いたしますので、ぜひ乗ってみてください。といった感じで今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それではバイバイ。